37歳の投手と8年契約するとんでもない球団の出現。 KBO 韓国プロ野球のハンファは22日ブルージーズから FA になっていたリヒョンジン投手の獲得を正式発表した。韓国の複数メディアによると8年総額170億ウォン約19億円で KBO リーグ歴代最高額。シーズン開幕前の3月25日に37歳を迎えるが44歳までという長期契約になった。左のピッチャーやって。せや、韓国の山本昌也。ハンファに足りんのは KBO ファーストクラスの得点力なのに。 NPB なんで取り行かないのよ。昔なら取りに行く NPB 球団あっただろうね。弱小だし勝てる選手より客寄せパンダは欲しかったんか。さすがに37は NPB 取りに行かんだろう。行ったら死ぬほど振られるで。元メジャーだけど縁もゆかりもないおっさん補強してもな。まあ本人も母国帰る方がええやろ。ダルが今日ハムに帰ると言ったら表面上8年契約とはならんだろうが、引退時期を自分で決められる実質生涯契約みたいになるだろうし、それと一緒でしょ。黒田にこの契約したって振られてるやろ。リヒョンジンなんてそれ以下の状態なのに。ベテランミーキリーブやから。球速こそ平均140前後だけど制球力は MLB 屈指なのよな。あとカーブは良い。韓国の成瀬になるか韓国の山本明になるかという硬いラウミみたいな見た目しといて技巧派なのが違和感。リヒョンジンは2006年にハンファでデビューし、高卒ルーキーながら最多勝最優秀防御率最多奪三振の投手三冠に輝き、新人王と MVP を同時受賞した。ポスティングシステムを利用して2013年にドジャースへ移籍し、2019年には最優秀防御率のタイトルを獲得。メジャー通算10年で186試合に先発して78勝48敗防御率 3.27 の成績を残した。侍ジャパンの強敵になるのではと報じられている。さすがに国際大会に出てきても日本の難敵になるほどじゃないと思うけどな。でも古巣 MLB 古巣で長期契約ってのは収まるべきところに収まった感じで好きだよ。いや、強敵にはならんでしょ。そもそも世代交代ができてないから WBC で苦しんだんじゃなかった。いい投手だとは思うけど、この年齢の選手に頼らないといけないなら多分前回と同じ結果になるんじゃないかな。田中将大が WBC 落選したのも若い20代のピッチャーが多く育ってるから、いつまでも過去の名前で野球はできない。リオ代表入りさせないくらい若い世代がいないようなら日本との差は広がるばかり。いい投手だったけど今は峠を越えた投手だね。韓国野球ならそこそこ勝てるとは思うけど。野球が好きなみんなはポチッとチャンネル登録よろしくお願いしますのだ。ではまた次回の動画で会おう。